1998年、あるアニメーションのテレビ放送が多くの人々を騒然とさせた。リアルさを追求するために 3DCG を駆使し、未だ経験したことのない世界を作り出していたからだ。その作品こそイニシャル D である。今日は紙コップはいいのかよ。いらねえよ、そんなもん。後ろに豆腐乗っけてねえんだからな。全ての始まりとなったファーストステージでは、豆腐の配達のために峠を走るようになった主人公藤原拓海が、さまざまなバトルを通じて広い世界へと目を向けていく。続く99年放送のセカンドステージでは、エボリューション、進化をテーマに、主人公拓海が激しいバトルの中、次第に走りに目覚めていく姿が描かれている。しびれまくるぜ。世の中にはすげえ奴がいる。2001年、集大成ともいえる作品が公開された。リアルにとことんこだわり続けた制作陣が、モテる技術の全てを投入した劇場版イニシャル D。 誰にも負けないように頂点に立つドライバーになりたい。卒業と題されたサードステージ、この作品は映像、音、ストーリー全てが最高峰。 D の世界がある完成を見た。しかしそれは同時に、リアルを追求し成長し続けるイニシャル D にとって終わりを意味していた。2003年春、あるプロジェクトが開始された。完成形を見たはずのイニシャル D に一体何が起きるのか。それはいわばイニシャル D がイニシャル D の限界を超えるために作られたプロジェクト、まだ見ぬ世界への挑戦とも言えるものだという。イニシャル D フォーステージ。こんにちは、土屋圭一です。私が監修を務めるイニシャル D がまた動き出したようです。実は私にもその実態がよく分かっていません。リアルさを追求し続けたイニシャル D、 一体今度はどんなサプライズを見せてくれるんでしょうか。今回プロジェクト D と名付けられたフォースステージ、私もその正体を探りながら皆さんに紹介していきたいと思います。まずは激動のファーストステージからサードステージまでをじっくりとご覧ください。俺のドラデコもどんどん様になってきたな。まあな。おい、ちょっと酔った。秋のスピードスターズのエースとして、この竹内いつきがさっそうとデビューする日も近いぜ。なあ匠、こうしてっといろんなこと思い出すな。何を
何よってことはねえだろ。相変わらずボケっとしてんな。高校時代から今まであったバトルとかいろんなことだよ。おう、まあな。ったく張り合いのねえやつ。そういやお前さ、自分の車が86だってことも知らなかったな。ほら池谷先輩と話してた時。なあ、たくみ、さっきの話だけどさ、買おうぜ、八六くん。いいよ、八六なんて。お前ら、なかなかいい趣味してるじゃねえか。八六を狙うなんて。でしょ、でしょ、でしょ？池谷先輩もそう思いますよね。ああ、いい車だぞ、八六は。ほら見ろ。でも俺、実はよく知らないんです、その八六とかいうやつ。それ、どこの車なんですか？マジか、たくみ、早く飲んでみるか、おめえは。 GS でバイトしてて、八六も知らねえ、大八もいいとこだぞ。八六買ったら、池谷先輩のチームに入れてもらえますか。俺、秋名スピードスターズにずっと憧れていたんですよ。ああ、それより、今日は土曜日だから、夜になれば、みんな秋名さんに集まるぞ。お前たちも来るか。え、いいんですか。見かけねえ奴らだな。俺たちは赤城レッドサンズってチームのメンバーだ。ぶしつけな質問で悪いが、この峠で最速のチームか、もしくは走り屋がいたら教えてくれないか。俺らは秋名スピードスターズっていうチームやってっけど、ここじゃ最速だと思ってる。なら話は早い。この秋名さんでうちのチーム赤城レッドサンズと交流会をやらないか。え、ああ、あん時はほんとびっくりしたよな。池谷先輩についてっていきなりレッドサンズの高橋圭介に挑戦されたんだもんな。走り屋って楽しいのか、そんなに。不思議だな、なんであんなことにみんな熱くなるのかな。不思議なのは俺の方だぜ。次から次へと全開でかっ飛んでいくあの音聞いてて、お前は血が騒がねえのか？ああ、たくみ、血が騒ぐ。本気で飛ばすとついてこれねえかよ。まだまだだな、あいつらも。やっと来たか。八六だと？ふざけるな！旧式の八六ごときをこの FD がちぎれないだと？悪い夢でも見てるのか、クソったらが。何だ、完成ドリフト。たくみくん、おはよう。もぎ、たくみくんに話があるの。ちょっと来て。え、早く。なんなんだよ。やつきね。なんだよ。おニューの水着買っちゃったんだよ。超かわいいやつだよ。話ってそのことかよ。ね、見たい？何色だと思う？見せてあげるよ、いくらでも。一緒に海に行くときにね。今度の日曜日どう？たくみくん暇？ああ、バイト休みだし。じゃあ決まりだね。約束だよ。約束は絶対破っちゃダメだよ。ダメだ、限界ギリギリまで攻めてもタイムはちっとも縮まってない。今までアクセルを開ければタイムは縮まると思ってたけど、そんな甘いもんじゃない。俺のテクなんてこの程度だったのか。自称秋名さん最速ってのはゴロゴロ言うぞ。俺が現役で走ってた頃は自他ともに認める秋名さん最速ってのがいたんだな。しかもそいつは今でも現役で走ってるんだ。秋名さんをかけてもいいぜ。秋名さんの下り最速は豆腐屋の八六だ。間違いない、八六だ。池谷先輩も驚いたろうけど、俺だってびっくりのしゃっくりだったぜ。その伝説の走り屋が匠の親父さんだったなんてな。藤原さん、俺に
アキナの攻め方を教えてくれませんか。少しでもいいんです。コンマ1秒早くなるだけでもいいんです。お願いします。気持ちはわかるが、テクなんてもんは教えられて身につくもんじゃねえ。自分で見つけるもんさ。悪かったな、力になれなくて。クソ、いくら考えてもわからねえぜ。なっちゃうんですか、土曜日の交流戦。絶望的だよな。とにかく池谷の代役立てなきゃ。なんだよ、今日はもう終わりだぞ。固いこと言うな、廃屋満タンだ。てめえだろ雄一、あの池谷って若いのに変な噂を吹き込みやがったな。今日も来たぞ、頭に包帯巻いてギブスつけて。ま、あの池谷ってやつの頭の包帯に免じて作戦を考えてやるか。今度の日曜、俺車使わせてもらうからな。日曜、ああ、ダメだ。なんでだよ、朝の配達はちゃんとやるからさ。そういう問題じゃねえ。日曜は商工会の寄り合いがあって俺が使うんだ。まずいよ、俺どうしても日曜に使いてんだよ。うん、さては女だな。なんだっていいだろ、もったいぶらないで貸してくれよ。どうせボロい車なんだから。どうしてもって言うなら考えてやってもいいぞ。あ、本当かよ。ただし条件がある。条件？土曜の夜、赤木最速とか言ってやがるふかしたガキを軽くひねってこい。アキナの下りでだ。なんだそれ。そうすれば車は無条件で貸してやる。しかもガソリン満タンのおまけ付きだ。レッドサンズだ、来たぞ。レッドサンズだ、ついに来たか。来てないぞ、例の86。どういうことだ、秘密兵器として最後まで隠しておくつもりか。ふざけんなよ、こんな奴が俺の相手かよ。10秒前。ちょっと待ってくれ、こちらゴール地点だけど、たった今一般車が1台目の前を上がっていったぞ。待ってくれ、今の車車種を聞いてもらえるか。多分トレノだ、86の。親父さんはどうした？車だけ来たって、親父さんが来てくれなきゃどうしようもねえだろ。俺はただ親父に峠に行ってアキナの下りで FD に勝ってこいって言われただけで。勝てるのか、あの高橋圭介に。まあやってみないとわからないですけど、前に一度やって勝ってるから。一度やって勝ってる。タグミ、もしかして遠くの配達は親父さんだけじゃなくてお前もやってるんじゃ。今は俺だけですよ、5年前から。5年前からやっと飲み込めたぜ、タグミ。よし、下りのアタックはお前に任せたぞ。若いな随分。名前は？藤原タグミ。覚えとくぜ、俺は高橋圭介。二度同じドジは踏まねえからな。スタート10秒前。3、2、1、ゴー。え？え？さあ
なバカなことあるわけねえ。なんだあの86。すごいスピードで血相を流したから突っ込んで、そのまますげえ速さで抜けてったぞ。いつ飛んでもおかしくねえ。見てる方がゾッとするぜ。追いつかれた。何が起こってんだ。気が変になりそうだぜ。こちらはスケートリンク前のストレート。今2台が通過した。ケイスケが煽られてるぞ。アキの86はめちゃ速だ。鳥肌立った。誤算だったな。アキナにこれほどの凄腕がいるとは。パワーの劣る車に追い込まれるなんて走り屋として最大の屈辱だ。うちのクソ親父、あの車を抜かねえと勝ったと認めてくれねえだろうな。しょうがねえ、あれやるか。来た、ケースから指で。続いて86だ。ほとんど差がねえぞ。2個目のヘアピンに入るぞ。もう全然差がねえ。 FB がアウトになった。86は、ヘアピンなのに減速しねえ。何考えてやがる。86がとんでもねえオーバースピードでヘアピンに突っ込んでく。ブレーキがいかれたのか。なんだ今のは。ケースケが抜かれちまった。はっけなくいいからスパーンと。インベタの苦しいラインなのに、まるでジェットコースターみたいに変な曲がり方をしたぞ。何がどうなってるのかさっぱりわからない。俺には分かった。あの86が何をしたのか。楽しみが一つ増えたぜ。アキナの下りのスペシャリスト、あいつを仕留めるのはこの俺、妙義ナイトキッズの中里武史だ。奴はこれを使ったんだ。排水用の溝？そうだ。この溝にインガーのタイヤをわざと落とし、引っ掛けるようにして遠心力に対抗する。これならば確かにタイヤのグリップ以上のコーナリングフォースを得ることも理論的には可能だ。おそらくあいつは普段からこんな練習もしているんだろう。よほどこのアキナを走り込んでいるやつだ。クソったらが。あの86は俺がやる。あれが全ての始まりだったよな。それからナイトキッズの中里だろ。リアサイドについているエンブレムは腐敗神話の R だ。俺の R についてこれるか。よし、インには来ねえな。86が消えた。まさか。ブレーキングしながらラインを変えやがった。負けた。俺と三人がバトルで負けた。いや違う、負けたのはこの俺だ。こいつが86に負けたわけじゃねえ。そして同じナイトキッズのデンジャラスシンゴこと庄司シンゴとのガムテープデスマッチ。元気いいな。あん時は本当ヤバかったよな。いったな、終わりだぜ。感じでスピードが乗る。ハンドルはなるべく切らないで曲がった方が速いのか。くそ、なぜだ。プレッシャーをかけても乱れない。走り始めた直後はヨタヨタしていたのに、別人のように走りに鋭さが増していく。やつは間違いなく進化している。くそ、とんでもねえ食わせもんだぜ。あそこまでやられちゃまぐれじゃねえ。けど俺はたけしのように甘くはねえぜ。要は勝ちゃいいんだよ、どんな手を使ってもな。
わざとやりやがったな。てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。から仕掛けたガムテープデスマッチじゃねえか。このまま負けたら俺はチームの中で笑い者だ。たとえ引き分けに持ち込んでも俺のメンツは保ってみせるぜ。ダブルクラッシュと行こうぜ。ったくお前って切れたら何すっか分かんないよな。普段は今みたいにバーッとしてるくせに。そんなこと言われたって、あの時は三月の買ったばかりの8号を事故らされたし、頭くんの当然だよ。まあそれは言えるけど、それよりお前あの頃模擬とどうなってたんだよ。どうなってたって別に。ごまかすなよ。二人で海とか行ってたりしてたんだろ。俺をのけ者にして。たくみくんってさ上手だよね、車の運転。え、そうか。夏希ね、本当は車に乗ると酔っちゃうの。どこまで行ってたんだよお前たち。 A かそれとも B まで。え、A か本当に A までだな。そんなことより明菜しか知らなかった俺が薄いって初めての峠で走った時のこと覚えてるだろう。あのまこちゃんとさゆきちゃんのコンビだ。知らねえぞ。マコと同じスピードで突っ込むなんてとんでもねえバカ野郎だ。 C の121の難しさが分かっちゃいねえ。基礎度胸だけでクリアできるほど甘いコーナーじゃねえぞ。いい根性してるよ。マコに食いついて突っ込んでくるとは。 C の121は中間が広いけど出口は極端に狭い。ラインがたくさんあるようでクリアできるラインは1本しかないのよ。乗せてこれるかしら。初めてのコースでこの一本に。慣れているマコでさえ立ち上がりでベストラインを5センチ外した。それなのにあいつは理想的なラインに修正して抜けてきた。勝てない。桁違いの怪物をバトルの相手に選んでしまった。俺思うんだ、中里の R32 とか薄いっていう初めての峠とかどうやったって勝てそうもないバトルなのに勝っちまうなんて。たくみ、お前って本当に天才なんだな。そんなことないよ。いつもギリギリ紙一重の勝負なんだからさ。それをはっきりと思い知らされたのが凌介さんとのバトルだな。ストレートで速い走り屋は初心者、コーナーを極めて中級、上級者ともなればストレートでもコーナーでもない第三のポイントで差をつける。そのポイントを極めることこそが俺の最速理論のメインテーマだ。長い間探り続けてきた最速理論に限りなく近いサンプルがこんなところにあったとは。恐ろしいやつだぜ。振り切れない。来たぞ86の頭だ。オーバースピードだ。ミスったな。くそ曲がれ。凌介さんの FC が前に出た。86が突っ込みでランダーを。その間に凌介さんの FC が86を抜いて。不思議なやつだ。意外なほどの脆さを持っている。向こうが立ち直る前に一気に突き放し勝負を決めよう。凌介さんのタイムすごいです。このまま行くとコースレコードを12秒くらい短縮しそうです。勝負あったな。あとは兄貴が突き放すだけだ。聞いただけで背筋がゾーッとなっちまう。負けても匠の評価が下がるなんてことはない。高橋凌介が桁外れなだけなんだ。まだバトルは終わったわけじゃないですよ。俺は信じてますよ。匠がまた逆転するの。だけど
今までだってそうだったじゃないですか。絶対不利だっていうのを最後は匠が逆転して、今度だって匠が抜き返すに決まってますよ。近づいてる。少しずつ差が詰まってる。チェ、フロントタイヤの食いつきが急に悪くなった。タイヤの熱だれか。少しぐらいタイヤがへたろうとも俺のテクに乱れはない。クソ、限界か。あれやってみるか。前に親父が言ってた、もう一つの溝走り。もう一つ立ち上がり重視の溝走りってのがあってな、落とすタイミングも飛び出すタイミングも違う。これさ難しいぞ。一人で研究してみな。まだ一度も試したことないけど、一か八かだ。やってみるか。いっけあいつ一体何を。外に膨らんでいく。マジかよ。出口の方がきついのにスピードが乗りすぎているんだ。ラインがクロスするぞ。俺の方が早かったとはそんな風には絶対思ってませんから。つくづく変なやつだな。お前みたいなやつは初めてだ。アキナの小さなステージに満足するなよ。広い世界に目を向けていけ。藤原匠、お前は早かったよ。また会おう。今でも勝てたと思ってないよ。らしくないセリフ言ってんじゃねえよ。俺嫌いなんだよ、高橋涼介って。なんで。だって頭も良くって金持ちで、顔も良くって女の子にモテモテで、その上走りの天才だなんてずるいよ。恵まれすぎだよ。お前ら天才なんて大嫌いだ。全部86があったからこそだよ。86に乗ってみんなとバトルして走ることの楽しさが分かってきたんだもん。ずいぶん無理もさせちまったけどな。あのエンペラーの時な。86なんか乗ってるやつはアウトオブ眼中。頼まれたってバトルなんかしねえや。嫌なやつだったよな。特にあの政治とかいうやつ、俺が今まで会った中で最低最悪なやつだったよ。アキナの86はまだ一度も負けたことがないんだ。 FC にも FD にも R32 になって。ほう、それよっぽど下手なやつが乗ってたんだろう。レベル低いね、群馬エリアも。なんだって。悪かったな、俺の連れが口が悪くてな。いえ、誤解のないように一言言っておこうが、そのドライバーをけなすつもりはない。きっと相当の腕だろう。だけど車がな、今の時代には86はもうダメだ。そういうこと、そのドライバーに伝えとけ。峠の王者はランエボだ。俺はあそこまで86をバカにされたら黙ってらんねえよ。俺ずっと86に憧れてたからさ。それは確かに86は古い車だよ。だけど好きなやつにとっちゃどんな車より86はいいんだよ、確かにそのランエボ野郎ムカつくな。もうほっと俺頭きましたよ。それってもしかしたらサンダーファイヤーのところに乗り込んできたエンペラーとかいうチームのやつらじゃないかな。日光あたりから来たランエボだけのチームって話だ。なんかやたら威張ってて、でもめちゃめちゃ速くて、サンダーファイヤーは散々な目にあったらしいぜ。俺もその話聞いたよ。群馬エリアを総なめにするって言ってたらしいから、いずれアキナにも乗り込んでくるかもしれねえな。久しぶりだな、涼介。須藤京一、やはりお前か。
何を企んでいる。俺の全勝記録を止められたお返しに、お前の全勝記録を俺が止める。あいにくだったな。俺の記録は最近止まってしまったのさ。な、アキナのダウンヒルで86に負けた。なんだと。ナイトキッズがやられた。例のランエボチームに。え、マジっすか。ランエボ軍団は1ヶ月で群馬エリア全域を総なめにするって言ってるらしいんだ。あいつら絶対アキナにも来るぞ。タグミ、ひょっとすると奴らお前を名指しで下りを挑んでくるかもしれないけど、別に仕方しててもいいぞ。ランエボじゃシャレになんないよ。 WRC のラリーカーとバトルするようなもんだ。軽量コンパクトなボディをターボと四駆で完全武装して、弱点らしい弱点はない。峠に持ってくるのは反則な車だよ。俺、逃げるのは、逃げるの嫌ですよ。俺もバトルしたいです、あいつらと。86のパワーアップ、実はな、あ、もうあるんだよ。え、すげえな。おい、こう来るかよ。どうだ、痺れたろ。よくこんなもんが手に入ったな。これが86に乗ると思うとゾクゾクするな。俺もだ。久々に血が騒ぐよ。匠にはもったいないぐらいの代物だろ。で、いつ乗せ帰るんだ。さてね、足さえ決まりゃ、こりゃすごい車になるぜ。だがな、匠があの車でやり残したことがまだ一つあるんだ。なんだいそりゃ。負けることだ。え？勝ち続けているうちはパワーを上げることの本当のありがたみがわからない。今の戦闘力でマシンをとことんギリギリまで追い込んで、最後の一滴まで絞り尽くして、それでも勝てない悔しさを感じて、初めてわかることがある。あいつが負けるまで86をいじるわけにはいかないんだ。そろそろ手応えのあるやつとやりてえもんだぜ。次の標的はどこだ、京一。明日の夜一番にアキナに乗り込むぞ。あ？アキナの86を仕留める。あん時はお前も燃えてたよな。中からの立ち上がりは呪い。突っ込みで追いつかれても立ち上がりで突き放せる。組みつけない。パワーが違う。初めてだ、こんなこと感じたのは。溝落としても立ち上がりで置いていかれる。仕方ない。高橋涼介とやった時のあれやるか。溝落としパート2。記録が消えた。なぜだ、解体や寸前のポンコツの手下だって。その速さは何なんだ。でもそんなランエボにも勝っちまうんだからな。いやー、あん時ほど邪魔みろって思ったことなかったな。ま、お、黒のエボ3。まさか、やっぱりエンペラー。お前、赤城に来ないか。赤城に来て俺とバトルしてみろ。挑戦だ。いい腕をしているが、この時代に86に乗ってても先がないと俺は言ったはずだ。その言葉の真意を教えてやるぜ。俺の言ってることが分かるなら赤城へ来い。言いたいことはそれだけだ。そういえばあん時、なんでわざわざ出かけて行ったんだよ。お前、レッドサンズとエンペラーの交流戦、邪魔したくないって言ってたじゃん。ああ、模擬夏希が
ベンツの紳士と援助交際していることを知ってますか？はい。どうしても考え直してはくれないのかい？前橋インター近くのファミレスだってふざけやがって。そこまで言うなら言ってやるよ。俺多分模擬を好きかもしれない。だからバカバカしいけど一回だけ騙されてやる。何か画策しているんだろう。やらせていいのか、エンペラーと。ここはストリートだ。誰が誰と走ろうと俺たちがとやかく言う筋じゃない。よく来たな、歓迎するぜ。そっちが先行しろ。1コーナーを立ち上がるところからアタックする。言っておくが、俺はこれがバトルだと思っちゃいない。楽しく走るための車と速く走るための車は何が違うのかをお前に教えてやる。これはセミナーだ。見てろよ凌介、四駆が肉に負けることはありえない。このバトルはお前に投げつける俺からの挑戦状でもあるんだぜ。追い詰められてる。ハンターに狙われた獲物みたいだ。うるせえな、後ろからパン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 と。うるさくってしょうがねえ。ありがとうございました。匠はどこへ行ったんだ。あ、あいつまさかエンペラーの挑発に乗って赤城へ。匠が赤城へ。次の S 字あたりで行くか。俺のカウンターアタックからは逃げられんぜ。86がやられる。何？エボ3が抜いただと？コーナーでか？やっぱり無謀だぜこのバトルは。これは初めから速さを競うバトルじゃないのさ。けどよ、何のためにそんな無鉄砲なことするんだ。本人以外にはわからないことさ。溜め込んだフラストレーションを全部吐き出したくて走ることもあるだろう。いつものあいつの走りじゃない。86の甲高いエキゾーストノートはまるで怒りの方向だぜ。はい、藤原豆腐店。あいつならまだ帰ってねえが。赤城に？そうか。早い、離される。追いつけないのか。どうしても。大好きな
大好きな俺の八六。あ？よう。親父。話は後だ。さっさとやることやっちまう。乗っけるぞ、車。どうして分かったんだ？こうなっちまったことをさ。なんとなくだ。なんとなく？たくみ、お前エンジン壊れたの自分のせいだと思ってんだろう。勘違いすんな。たまたまお前が運転してただけだ。お前のせいじゃねえよ。お前らしくなかったよな。車壊すまで無茶するなんてよ。たくみ、なんかあったのか？いや、別に本当何もなかったよ。あったっぽいけどな。ちょっと聞いてよ、この前さ。ちょっと匠くん。悪いけどさ、お前と話したくないんだよ。どんな具合だ、ブンタ。いいね、惚れたよ。怖いぜ、この車。とてつもなく手強そうだぜ。手強い分だけ面白くてしょうがねえ。時間をかけてじっくりと楽しみながらやるさ。待って、なんでそうやって夏希のこと避けるの？別に。こないだまで仲良く話せてたじゃない。急に喧嘩腰でさ、一方的だよ。どうしちゃったの、たくみくん。ついてくんなよ。ベンツの彼氏と仲良くやれよ。俺に構うな。なんでどうして？そろそろ電気ストーブ出せば。親父だらけてっから寒いんだ。俺治ったのか、親父。この車もう走れるのか？走るに決まってんだろ。エンジン乗せ替えだからな。ベンツの彼氏と仲良くやれよ。ベンツの彼氏と、ベンツの彼氏と仲良く、ベンツの仲良く、彼氏と仲良くやれよ。どうして匠くんが知ってるの？どうして？よりによって匠くんに知られちゃうなんてひどいよ。いくらなんでもひどすぎだよ。全然わかんねえ。乗りにくい。なんだこりゃ。何？八六が治ってきた？本当かよ。どんなエンジンなんだよ、乗った感じは。前のエンジンより遅いんじゃないかな。馬力ないんですよ。この頃俺青春してたな。おお、八六ブーストメーターがついてるじゃんか。
ってことは、この86、ダムチュンだ！ほっしゃー！ちょっと！え？何してるんですか？それうちの車なんですけど。いや、何って、別に俺はただ、いい車だなって。いい車？どこにでもある普通の国産車じゃない。怪しいよ！ん？県外ナンバーだと思って、あんたいたずらしようとしてたんじゃないでしょうね。冗談じゃねえよ！そんなことするわけねえだろ！大きな声出さないでよ！バカにすんな！クーマには人の車に悪さするような数はいねえよ！ってでー感じ悪い女。カズミ。ん？わかったぜ。おばさんが働いてる旅館。今日で何日目だ？くそ、全然思うようにいかねえ。5個は包んで、1個はここで食べますから。はい、660円ね。あ、やだ、10円足りない。どうしよう。え？使えば？ありがとう。後で絶対返すね。いいよ別に、10円ぐらい。よくないよ、借りっぱなしじゃ気持ち悪いもん。ねえ、どこへ返しに行ったらいいか教えて。俺この先のガソリンスタンドでバイトしてるから。この前はごめんね、いいやつだったんだね。いや、本当はね、嬉しかったんだ。うちの兄貴のボロレビン褒めてくれる人なんて滅多にいないから。兄貴の車なんだ。私群馬に友達なんていないから寂しいなって思ってたんだ。友達になってよね。私秋山和美。う？あ、俺竹内いつき。いつきくんね。じゃ、この感じ、まさか。フォーリンラブ。あ、かずみちゃん。昨日のお金返しに来たよ。はい。走り屋に女はいらねえって思ってたのに。たぐみ、お前にわかるか、恋する男の切ない胸の内が。いらっしゃいませ。あれ、妹が世話になってるらしいけど。あ、気が強いから可愛くないだろう。いや、そんなことないですよ。ちょっと兄貴、樹君に余計なこと言わないでよね。まあ、あれでも根はいいやつだからよろしくな。あ、はい。それとは関係ない話なんだが、群馬エリアにすごい86がいるって聞いたんだけど。もち知ってますよ、俺の友達です。え、マジかよ。それ俺にその86を引き合わせてくれないか。お安い御用ですよ。ちょっと天然ボケやってるけど、いいやつですよ。エンジン積み替えたばっかり。ドノーマルの 4AG なのか。俺メーカーのことよくわかんないですけど、そこそこの馬力はあるけど、とにかく扱いにくくてかなり変なエンジンなんですよ。ちょっとエンジン見てもいいかな。なんだこれ、 4AG とは違う。いや、 4AG は 4AG でも、このエンジンは本格的なレース用のエンジンだ。どんなに望んでも俺なんかには手の届かない高嶺の花ってやつだ。どんなエンジンを乗せようとそれはいいが、だけど嘘をつくことはない。早いなら早いと素直に言えばいいじゃないか。本当に俺は何もわからないんだ。真面目に言ってんのかよ、そんなこと。冗談だろ。そうか、わかった。そういうことだったのか。それだ。お前の目の前にあるタコメーターさ。
これはもともと86に乗ってるエンジンじゃない。足回りもブレーキもバランスよく強化され、ボディもしっかりしている。なのになぜメーター類だけが取り付けられていないのか、考えられる答えは一つだ。何らかの理由があって意図的にパワーを封印してあるのさ。パワーを封印？いくら車を運転する技術がすごくても、お前には走り屋としての大事なものがぽっかりと欠けている。お前だけには絶対負けられない。近いうちに必ず決着をつける。大事なものがぽっかりと欠けている。はい、藤原豆腐店です。あれ、お前の86に藤原豆腐店って書いてあるのを覚えていたんだ。俺はお前と勝負したい。明日の夜、時間を空けといてくれ。その時までにエンジンの性能を全部出せるようにしておいてくれよ。出ないと意味がないからな。なんだ、タグミ。どうしたんだ？先輩、お願いがあるんです。この86にタコメーターをつけるのを手伝ってもらいたいんです。タコメーター？よーし、これで OK。あの車、準備はできたようだな。場所はお前が好きな場所を選べ。どこがいい？なんだよ。俺さ、今夜この車でバトルするんだ。タコメーター付け替えたんだ。どこまで回転上げていいのかを教えてくれ。11000まできっちり回せ。いや、勝ってこいよ。サンキュー親父。たくみ、それでお前どこ選んだんだ？小丸峠。向こうの地元じゃないか。健太の情報に間違いはないはずだ。藤原たくみが埼玉の小丸峠で86同士のバトルをやる。ニューエンジンの86が秘密のベールを脱ぐ。うっ！かずみちゃん！いつきくん？かずみ、お前らはここで待ってろ。なんで？これから向かうところは狭い上に嫌になるほどトリッキーだ。一本目は俺が先行で引っ張る。その後ポジションを入れ替え、先行がちぎるか後追いが抜くか、決着のつくまでやろう。時間無制限のデスマッチだ。テクニックが互角なら他の何かが勝負を決めるだろう。小丸峠ってそんなすごいとこなの？古い旧道だよ。そんなに長くないけど、どっちから攻めても初め上りで途中から下りになるの。上りが半分入ってるのか。狭い上に見通しが悪いから昔はすごく事故が多かったらしいの。ガードレールは錆びてボロボロだし、舗装は波打っててスリップするし、兄貴は2回もそこで事故して弦が悪いの。あんな走りづらいところはないって言ってたのに。そんな、匠は初めて走るんだぜ。危なすぎるよ。行くぜ。一本目から大事な車を潰すんじゃねえぞ。森か。これは匠くん、ごめんね。私どっか間違ってた。やっと気がついたけど、でもどうすればいいかわからない。だからとりあえず匠くんと同じようにバイトしてみる。私変わってみせる。さて、第2ラウンド突入。走りにくい。何なんだここは。タグミ、足回りのセッティングってやつはパワーとのバランスで変わっていく。回転を上げることによってワンランク早いレベルで
曲がりのコントロールができるんだ。気づけよ匠、そいつの本当の封印を解放してやれ。私ね、決めたの。もう群馬には戻らないと思う。だから多分今日で宇月くんともお別れになっちゃうと思う。かずみちゃん、俺本気でかずみちゃんのことが。二本目が来たぜ。どうやら分かってきたようだな。え？いよいよ八六が目覚める時だ。気のせいじゃない、乗りやすい。昨日まではあんなに手こずっていたのに。一言だけでも言っておかなきゃ。俺はかずみちゃんが好きだって。とにかく絶対この車で勝ちたいんだ。基本的にはアクセルで曲げる。その点は前の車と同じだけど、前と違うところ思い切り滑らせてみたらはっきりわかる。この車の乗り方わかったぜ親父。今何本目だったかな。さすがに頭の中が白っぽくなってきやがった。それにこの展開になってくると前を走るより後ろから追っかけてる時の方が精神的にきつい。負ける時は後ろを走っていてちぎられて負ける。次は土砂崩れのあるコーナーだ。どんな頑張ったって横から入り込む隙間はねえ。これでしのげたぜ。何？土砂がさっきより削られてる。なんてやつだ。勝った。兄貴。たくみ。乗れよ、かずみ。帰るぞ。じゃあさよなら、いつきくん。さよならって言えなかった。本当のさよならになるのが嫌だったから。たくみ、どうだったんだバトル。うん、勝つことは勝ったよ。そっか、すげえよなお前って。青春って恋って本当に胸が痛むものだよな。県外遠征チーム。そうだ、このエリアから少数精鋭のメンバーを集めて県外の峠に遠征し、地元の走り屋たちにバトルを仕掛けていく。単刀直入に言おう、お前のテクニックが欲しい。俺たちの遠征チームにドライバーとして参加しないか。俺が？あのさ、親父、俺、うん？もうすぐ卒業だろ。だから好きにすりゃいい。もしもし。そうだけど、昨日の話とは関係ないことなんですけど。エンペラーのチームリーダー須藤恭一のことか。チャンスがあったらもう一度あの人と走りたいと思っていたんです。向こうの地元に行こうと思って。恭一のホームコースは日光のいろは坂だ。勝負は下りの一本。麓まで降りたところで道路は3回橋を渡る。最後の橋を渡り切った地点がゴールだ。お前が先行で俺が後を。ゴール地点まで俺に抜かせずに逃げ切ればお前の勝ち、抜けば俺の勝ち。それでいいな。
な車が来ようと俺はここでは負けられない。赤嶺涼介がそうであるようにここでは俺がエンペラーだ。この勝負もらった。三つ目の橋行くか。行け。何バカだ、敷いてか。オーバースピードだ、曲がれっこねえ。曲がる、曲がってくれ俺の86。不思議な車だな、それは。誰にでも乗れる車じゃないが、認めてやる、いい車だ。そうですか。俺の負けだ。機会があったらまた会おう。めちゃめちゃ嬉しいけど勝てた気はしないな。いらっしゃいませ。ご注文は何にいたしましょう。夏木？え？どうした？冷てえじゃねえか。俺の顔忘れたのかよ。あ、ミキ先輩。正月休みでこっちへ戻ってきてるんだけど、驚いたぜ、お前がバイトやるなんてな。なんか感じ変わったね、先輩。お前も変わったよ。大人っぽくなったっていうか、前より色っぽくなったぜ。お前さ、男いんのか？そんなこと先輩に関係ないことでしょ。なんだ、その言い方じゃ男はいねえな。だったらさ、俺と付き合えよ。また昔みたいに色々と楽しいことしようぜ。お前だって俺のこと忘れられねえんじゃねえのか。ここでいい、止めて。 なんだよ、怒ったのかよ。先輩、悪いけど夏希は先輩と付き合うつもりはないから。付き合ってる人はいないけど、今すごく好きな人はいる。すごく大切な人だから。じゃあ。もう少し付き合えよ。その大切な人ってのの話聞かせてくれ。なあ、つき、昔俺たち楽しくやってたじゃないかよ。てめえ、おい、待て。たくみくん、お願い、出て。はい、もしもし。助けて、たくみくん、湖。湖、秋の子。今、たくみとか言ったな。お前まさかその好きな人って藤原のことじゃねえだろうな。助け呼ぶんなら相手考えろ。藤原なんかここまで来れるかよ、車もねえのに。来るよ、たくみくん、山道を走るのが早いから。車持ってんのか？どこに行くの？ここにいたんじゃ邪魔が入ることもあるからな。山降りて場所を変える。残念だったな。あの車じゃこいつについてくんな無理だ。たくみくんならついてこれるもん。雪道でこれだけの猛スピードだ。あとカーブ3つも曲がれや藤原の車は見えないぐらい遠く。こんなバカな、ありえねえ。 4WD があんな FR のポンコツに。車のせいじゃないよ、運転が遅いだけかも。なに、てめえよくも俺をそこまでこけに。前見てないと事故るよ。あ、ダメだ。よけてくれ。たくみくん、送ってやるからとっとと家帰れ。やだ、
ままじゃ帰れない。今言わないともう二度と言えない気がするから聞いてほしいの。夏樹が前付き合ってた人、匠くんも知ってるベンツの人、あの人からお金もらってたの。夏樹ね、そのことを今すごく後悔してる。あの頃お金をもらった代わりに何か大事なものがどんどんなくなってく気がしてた。夏樹がバイト始めた本当の理由は、働けばそのなくした何かが取り戻せると思ったから。そうやって頑張ってるところを匠くんにちゃんと見て分かって欲しかったから。俺も言っておきたいことがある。正直な気持ちだ。俺お前のことを好きだ。俺とバトル？うん、お願いします。俺の新チームに参加するかどうかの返事はまだだが。それを今度のバトルで決めたいんです。お願いします。わかった。条件は？凌介さんが先行で俺が後追い、場所は赤城で。勝てるなんて思ってません。ただ前回秋名だったから、今度は凌介さんの地元でやってみたいなって。そうすれば答えが見つかる気がするんです。いいだろう。今度の土曜楽しみに待っている。セッティングを教えてくれだと？うん、アドバイスしてくれるだけでいいんだ。俺自分でやってみたいんだ。今度は誰とやるんだ？ FC、 いや俺自分自身か。いよいよ卒業ってわけか。それじゃあ始めるぞ。藤原の気持ちが痛いほど伝わってくる。お前は今自分の限界までただひたすら走ることだけに集中しているはずだ。バトルをしていてこんなに楽しい気分になるとはな。何もかも吹っ切れた。この人についていけばいいんだ。カズミちゃん、まったく俺たち青春真っ盛りにいるんだよな。青春をかけて走ってるんだ。そろそろ帰るか。寒くなってきたし。なんだよ、人が思い出に浸って感動してる時に。怒ることないだろ。ったく、プロジェクト D の下りのエースなんだからもうちょっとデリカシー持てよな。関係ないだろそんなの。関係なくないよ。あのな、たくみ、だいたいお前ってやつはさ、この俺の繊細な気持ちを全然理解してないだろ。そっか、してないよ。いいか、デリカシーがないってのはお前そういうことなんだよ。え、どういう？ Jumping up the nation。
凌介さんの作った県外遠征チームプロジェクト D。 俺は今その D のドライバーとしてすごく充実している。どこまでも走り続けて、その先に何があるのか見つけるまで俺は走り続ける。レースの世界に限らず、どんな世界でも何かを追求する人は必ず限界にぶつかります。そして誰もがその限界を超えようとチャレンジするとき、もがき苦しみます。今回のプロジェクト D はまさにまだ見ぬ新たな領域を目指そうとするクリエイターたちのもがきに他なりません。革命を起こし続けてきたイニシャル D を超えるのはイニシャル D しかないのです。さあ、フォースステージへ突入です。2003年6月、プロジェクト D が始動した。イグニッションキーが回され火が放たれたエンジンのように会議は熱を帯びた。口火を切ったのはこの男だった。エグゼクティブプロデューサー宇佐美蓮。まだ原作も、新しいプロジェクト D っていうところに入ったし、あ、原作が頑張ってるんだから俺たちはもう一歩上の作品というか、ボルティの、完成された作品を作ってやろうじゃないかと。で、作ってやろうじゃないかと思って前の作品見ると、まあ欠陥だらけで、いいところもあるんだけれど、その、悪いところを、少しでもこう埋めていくようなね、なんか、納得できる作品にしたいなと思って、でもう一度チャレンジしてみようと。ネクストワン、今プロジェクト中の作品だ。映像の魔術師と呼ばれた映画監督ゴダールは、最も好きな作品はと聞かれこう答えた。クリエイターが満足する作品などありえない。次の作品こそ最高の作品に仕上げたいと思っているからだ。作品を指揮する富永監督はプロジェクト D にどんなマニフェストを掲げるのか。今回のシリーズが今までにも増して、静かな場面とバトルの動いている場面の格差がかなりメリハリあると、格差がかなりあると思うので、その辺の絵作りもメリハリをつけて、より一層今までよりもスピード感を出していきたいなと思っております。映画には今まで2つの革命があった。一つはカラーフィルムであり、一つは CG である。アメリカの映画雑誌に書かれた文章である。イニシャル D の先輩特許ともなった 3DCG、 ファンの期待をいい意味で裏切り続けてきた映像集団は一体どんな目論見を企てているのか。業界が最も注目しているところでもある。CG 監督安田の考えている新しい挑戦とは。これまでのステージではですね、リアル感とかですね、スピード感というのはもちろん、追求してきたんですけども、次のステージではさらにそれを掘り下げて、例えば、荷重移動の時の車体のこう動きとかですね、段差に乗り上げた時の微妙なタイヤの跳ねですとか、そういうものも、追求していきたいと思ってます。イニシャル D 監修土屋圭一のフォースステージへのこだわりとは。僕がもうちょっとやりたいなっていうのは、そのまだ足りない部分っていうのが、その匠が走ってる、その中里が走ってるっていう、そのコーナーに対してのギアが合ってないっていうところが何か所かあるんですよ。そういった部分をね、もっとこうリアルに出していきたいな。ヒール&トーンにしても、シフトダウンにしても、シフトアップにしても、その映像から出てくるコーナーに対してそこではシフトアップしないでしょっていうのが何点かねあったんで、そういうものをこう細かく削っていきたいなっていう。レーシングドライバーである土屋の望みは、シフトダウンやクラッチアクセルワークなど全ての動きを忠実に再現すること。ドリフトをダウンヒルで決める藤原匠のドライビングテクニックを徹底的にリアルに描きたいというのだ。2003年11月7日、その未だかつてなかった試みは開始された。
屋圭一のドライビングシートにはいくつもの CCD カメラが設置された。これにより彼のドライビングテクニックが記録され、その映像が作品の中で具体化される。食べなくていいんだよな、中もう食べてます。行ってみたいと思います。コーナーに合わせたギアにこだわりたいですね、フォーステージは。キレのあるヒール&トゥー、シャープなシフトチェンジ、凄まじいほどのドラテクを見せる土屋。この試みがフォースステージをよりリアルに、よりスピーディーな映像にするであろう。リアルを超えたリアル、プロジェクト D は明らかにまだ見ぬ荒野を走り始めた。脚本とは設計図、もし映像を紛失したとしても脚本が残っていればまたそれを元に作ればいい。日本のドラマ界を代表する石川真一の言葉、脚本は全ての始まりであり骨組みだと言っているのだ。夏樹はね、また前みたいに匠くんと仲良くしたいんだ。俺は嫌だ。そんな簡単に頭切り替えられねえよ。原作を忠実に再現しながらも、さらにアニメとしてのエッセンスを加えていく。脚本家木島は新たなる物語の創造主として、まだ見ぬ世界にどのような設計図を描いているのか。結構文太と匠の物語っていうのが大きくあったんですよね。で、それが一応この前の劇場のサードステージで一応匠が卒業するという形で、一応こう終わりを見てるということは見てるんですが、まだ匠自身文太からの卒業っていうのはしてないと思うんですよ。でそれが、今回の、フォーステージではある意味文太からもこう自立していく匠みたいなものをこう、まあ、一つ、筋の中心には置いていきたいかなというふうには思ってますね。日本の輸出品はかつて自動車と電気製品だった。しかし今はメジャーリーガーとアニメだ。ニューヨークタイムズに書かれた記事の一節である。日本のアニメは今や世界最高峰のクオリティを持っているのだ。アニメーションプロデューサーの阿部はアニメの常識を覆し革新を続けるプロジェクト D に一体どんな構想を描いているのだろうか。今までのシリーズで出てこなかったそのまあプロジェクト D で対戦する相手のチームがいくつかあると思うんですが、そういうまあ新しいキャラクターを見ていただきたいなと、この作品の売りになっている 3D っていう部分に、負けないように 2D 部分のキャラクターを頑張って作っていきたいと思ってます。50年前日本映画が世界を驚かせたのは何と言っても音なんだ。タランティーノの映画キルビルの音響監督の言葉である。音響監督の三馬はどんな目論みを企てているのか。と劇場用である意味集大成を終えてしまったので、これからは個人的な趣味の領域に入っていこうかなと。軽快感とかその、排気音とその音楽のリズムバランスみたいなものっていうのが、心地よいもの、気持ちいいものに今回してみたいなっていうのがある意味自分の中の趣味で、ミックスした時に心地よいサウンド作りっていうのを今回ミキサーと話してて、それをテーマに作っていこう。この音はどういう音？リアルを追求する映像と表裏一体ともいえるエンジンや車の挙動音。イニシャル D では今まで監修である土屋圭一によってバトル時限界走行中のノイズを収録。峠の走り屋たちが奏でるサウンドを忠実に再現してきた。さらに今回はストーリーの中で登場する5台の車のノイズも全て収録する。当然車が違えばエンジン、エキゾースト、タイヤのきしむ音全てが違ってくるのだ。マゼサーキットに86を入れ、6台のマシンのエキゾーストノートがこだました。映画の面白みの半分は音楽なんです。映画の巨人スピルバーグは
多くのスターを集めた試写会でこんな言葉を残している。イニシャル D ではスピード感あふれるユーロビートとムーブの主題歌がドラマをより一層盛り上げている。フォースステージでも主題歌を担当するムーブは一体どんな挑戦をしているのだろうか。今までのムーブとイニシャル D の関係っていうのは結構ユーロビート的なところで表現してきたんですけど、今回はなんかその車に乗ってる時に一個感じたのが、その地に触れてる感じっていう、地面と一体化していく感じっていうのが、それがいわゆるその 重みというか、そのユーロビートだとどうしてもこう比較こう音像的に上の方に行くというか、スピード感はあるんだけど少し軽くなっていっちゃうところがあって、でその重いところとスピード感の今度その2つを混ぜるところが、逆にイニシャル D の中でもそれを感じてたんで、その辺をうまく音に作れないかなと。言い方を悪くすると暴力的な感じっていうか、まあ、力ですよね、圧倒的な力感、パワー感みたいのをなんかまあ歌なり詩なりで表現できないかなってずっと思ってて、なんか それをなんか木村氏と割と模索してるところ。グリッドに着いた時のレーサーたちはこれから始まるレースに対しファイティングスピリットを燃やし緊張を高めていきます。しかしその反面で何が起こるかわからないレースの展開にワクワクしている自分を見つけます。イニシャル D フォースステージは今まさにそんな状態です。何が起きるかわからないプロジェクト D、 きっと今までの作品に勝るとも劣らない仕上がりを見せてくれることでしょう。スタートは4月、楽しみにお待ちください。それではまたお会いしましょう。